のぞみです。ひろみです。あれ？ちょっと待ってくれ。なんか雰囲気変わった。あ、ちょっとだけ、あ、気づきました。え？ちょっとだけ痩せました。なんか細くしてんねんけど。いやいや、はい。じゃあ、あのさ、ひろみさんとの打ち合わせを俺に持ち込んでやめてくれへんかな、はい、マイクが。痩せたひろみです。いや、痩せたひろみです。どうも、まあ。ありがとうございます。まあ今日はあのちょっとひろみさんがね、はい、お仕事ということで、はい、天候があるんでね、そうなん、今日はあの終わるまでの間マイコに、はい、これマンツーで撮ると初めてやかね言ってけどこれ本当にひろみファンの方、はい、本当お願いします、叩かないでください。もうちょこちょこ生配信のほらすいません、動画出てはるからまあこれマン知ってる人は知ってる、誰ってなってると思うんですよね。すいません、ただね、はい、キャラはね、まあほぼかぶるんです、はいはいはい、薄い目で見たらほとんどひろみなんで今日はね、お腹減ってるんですよ。お腹減ってるでしょ。本当に。今日何も食べてないんでね。大体食べる動画なんですよ。はいはい、で今日は行きましょう。後ろね、石垣島ビレッジで、はい、まあ紹介シリーズをまあ結構やってて、はい、また行ってない店があるんですよ。で今日は僕が行ってないあなたのおすすめのお店があるんですよ。はいはい、あるんです。なんて店ですか。2階の階段上がって右端にありますね。うっとりという。うっとり。はい。美味しい焼き鳥屋さんに。焼き鳥はい、私のもう大おすすめ。あ、そうなの、はい、ほんまにうまいんやろね。はいはい、ぜひ紹介したくて。わかりました、もうちょっと暑いんで、はい、まずマジで暑い。キャリーしてからです、ね、キャリーしましょう。で、あの撮影の許可も取ってますんで、はい、ということでバッチリです。石垣島ビレッジ2階のうっとりお届けします。どうも、もう今日はもう食レポ頼むで、バカ長兼よろしくお願いします。いやいや、マイクですからお願いしますじゃあ、あのマイコ、ビレッジ2階まで、あ、お店まで案内してもらえますか。案内しましょう。はい、お願いします。ついてきて、我がについてきて。頼もしいな、おい。こっちこっち、2階ね。こっちだよ、2階ね。ビレッジ2階です。どうしよう、ここはやっぱり階段使っとこう。いやいや、ヒロミさんは絶対エレベーターです。あ、じゃあやっぱりエレベーター。はい、エレベーター。私今日ヒロミに、全くヒロミとね、同じ。いやいや、あんたもさっきエレベーターで行ったやんか。あの、お店に確認してた時言わんでええやんか、それは。いや、ちょっと、それはヒロミの真似して乗ってますやんか。お前の笑い声がビレッジすっげえ響いてんねん。ヒロミさんと一緒やもん。さっきバレたもんな。ああ、マイコさんです。いや、どうぞどうぞ。こっちこっち、はい、こちらです。そう、エレベーター降りて左です。左ですよ、左ね、の左端っこです、はい、端っこでございます、はい、端ですね、はい、一番角ですね。あ、どうもお久しぶりです。すいません、はい、もうビストロジェもね、撮ってますから。ごめんなさい、はい、今日は後で夜かも。ここはね、あれなんですよ、はい、今までちょっと暑いんですけど、もう 1,2 ヶ月したらめちゃくちゃ涼しくて、そうね、最高なんですよ。最高。下のね、うん、民をね、もう見下ろしながら、ここ今カットね。いやいやいや、民を見下ろすとこカットね。繋がってますよ、ずっと言って、カットしません。で、今日はあの、うっとり、よろしくお願いします。はい、マサです。お名前を。はい、マサです。マサさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。完璧な焼き具合で焼いてくれますから、いい感じで焼いてくれますか。はい、もう慣れたらもうマイクも焼いてくれていいですからね。いいですか。あ、言うなら焼きなりしてくれていいんで。なんかもう嫌な気はしない。不思議と。ということで、中でまずちょっとビール飲みましょうか。先生、ちょっとね、本当に、ね、はい、今日まだ食べてないんですよ、はい、飲んでないんでね。いいですか、いただいて。よろしくお願いします。そう、本当は外がいいですけどね、さすがにちょっと暑いんでね、はい、ちょっと今日は中で、中で、はい、いただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、ビールでいいですか。ビールでいいですか。ビールでいいですか、はい、もう飲みましょうよ。暑いんで。ということで、はい、あの、出演おめでとうございます。ありがとうございます。すみません。キャリーでございます。キャリー、お邪魔します。お邪魔します。いただきます。いただきます。うまい。まさね、普段言わないけど。マーさんとか普段言わないけど。え、で、これ、はい、これ、これ突き出しなんですよ。必ずこのパリパリの上のね、クリスピーも美味しい。これなんですか。ドレッシングも美味い。これ、これサラダなんですけど、クリスピーサラダみたいな。はい、クリスピーサラダ、はい、うまいですよ、本当に。これがやっぱりベージュファースト、やっぱ体のこと考えてくださってるんですよね。ちょっと入れなさいよ。え、ちょっと入れてくださいよ。あー、ヒロミの大変さが分かる。今、体からカットね、これ。いや、流してますから。噛んでもいいんで。
優しいなあいつは。そうそう、あこういう感じで何もやらないですね。何もやらない、これ、そうですよ、これね、ほんと美味しいですよ、うん、ドレッシングも美味しくて、でこれ必ず、あの月出しでこれを出していただけるということで、はい、クリスピーさ、クリスピー、あのなんかね、ビッグ丼でね、あったんですよ、このパリパリの春巻きの皮を揚げたような、春巻きの皮の素揚げですよね、これね、春巻きの皮の素揚げ、この上に乗ってんの。え、なんで誰も聞いてくれないですか。みんな、あの野球に集中してる。野球見んのやめてもろて。もういいっすわ、これ多分揚げたやつですわ、なんかの皮を。これ食べましょう、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 食べましょう。野球台、どことどこかに、オリックスと西武ですね、うん、あちょっと2チャン目が興味ないですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本当美味しいんですよ。いただきます。はい、14年石焼に住んでる私の大おすすめですから、はい、ぜひ大おすすめ来ていただきたいですよ。いただきます。お、うん、うまっ、うん、あドレッシングも美味しいね、これ。ドレッシングもうまいでしょ。めっちゃうまい、やばい、大好き、うん、うまい。ちょっと量私の多かったもん。え、一旦ね、一旦やめろ、一旦って言うな。一旦って言うな、お前めっちゃ動画見てるやんけ。うまい、これうまいですね。うん、ちょっと今日は楽しみですね。最高、最高やね。優勝、優勝、いつもありがとう。すごいぞ今日は、頼もしいわ。うまい、うまいね。うん、これから今からやばいですからね。やばい、やばいの紹介します。はい、じゃあ舞子ね、はい、恒例のちょっとメニュー紹介があるんで、はいはい、ちょっとヒロミさんに代わって、はい、よく見てます、紹介してほしいんですが、はい、どういったのがありますか。あのですね、一応、はい、焼き鳥屋さんって言ってもね、石焼きいっぱいあるんですけど、ここにしかない、このお店にしかないのがまずこの、見てください、59秒の生つくね。どういうことなんですか。はい、これですね、まあ、これネタバラシになっちゃうんですけど、1分以内に食べないと、まあ、店員がぶち切れてくるっていう。素晴らしいお店ですね。素晴らしいお店ですね。はい、あ、早い、早い、もう用意した。そういうつくねと。そう、はい、そうなんです。で、これが本当になんかもう、本当生つくねってぐらいなんで、もう飲める。うん、はい、もうすごい柔らかくて大好きな、本当に美味しいです、これは。そして、ここレバーも。レバーも。まあ、後でちょっと見てもらいたいんですけど、焼き加減が天才的です。なるほどね。はい、もう私の大好きな、火が通り過ぎていない。うん、だけれども安全な、安全なね、はい、レバーを提供してくる。でこの白レバーの極めに白レバーの方は、うん、網油が周りについてまして、はい、でこっちの普通の白レバー、うん、私はこれのタレが好きなんですけども、はい、まあ、好みがあると思うんで、はいはい、それぞれでちょっと頼んで、頼んでね、はい、ちょっと見ていただいて、で、あの、まあ、どれも全部おすすめなんでちょっと選びきれなかったんで、うん、一旦、はい、一旦この7本コースっていうのを、はい、をマサさんに食べて、はい、お願いします。でその後、はい、おすすめのやつ、はい、でという感じでいきましょうか、うん、はい、でまだここにも、そうなんです、焼き鳥以外にも、焼き鳥以外にもあります、あるんで、はい、こっちもまたね、あっさりしたものから揚げたものから焼いたものまでいろいろあるんです。ランダムで選んでも本当外れがない、もう、ね、まあ、私はもう このつくねとレバー食べたくてよく来るんで、はいはいはい、だけれどもちょっとねさっぱりしたい時にこれまだ言わればいいかな、これまだいい、あ、まだいい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 、まあ、メニュー紹介だから、ま、段取りがちょっと怒られましたけどね、はい、どれも美味しいです、どれもね、はい、どれも美味しいです。ただ、まあ、この中で私は、まあ、セロリであったり、はい、あと山芋の竜田揚げであったり、ね、まあ、餃子もおすすめですし、はい、焼き鳥以外にもあるよね、はい、僕最後に焼きおにぎりの TKG 食べたいんですよ、はい、ね、これはもうこれちょっとインスタでチェックしたんで、これはひろみさんが怒るんじゃないですか、そんなの食べて大丈夫ですか。いや多分、うん、後で連れてこいって言われますね。とりあえずちょっと待ちましょう。はい、じゃあ、おつまみとして何がおもろいね、何がおもろいね、おつまみですよ。これセロリのわさび和えですか。これセロリのわさび和えですよ。なんで、え、なんか俺噛んだっけ、俺噛んだかな。これめちゃくちゃセロリ好きの人にはたまらないと思います。めちゃくちゃ美味しいです、本当に。食べましょうよ。はい、これと本当に、うん、はい、もうこれだけやったら割ともう一生いけるぐらい。あ、マジで。はい、じゃ食べようぜ。美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。いただきます。どうぞどうぞ。そうか、いつもこのヒロミがこういうの持ってんねんね。あ、いいですね。セロリのわさび和えね。はい、いただきます。
うん、あ、うまい、あ、うまそうなんですよ、しっかり漬け込んで、しっかり漬け込んであって、うん、いい、なんかそこまでセロリの悪い部分出てないですよ。そう、なんかちょっと、うん、癖あるやん、セロリって。そう、うん、苦手な人でも食べれると思います。パクター、あーあーあ、どうぞ、マスター、ガシャー、ありがとうございます、ありがとうございます。やったー、めっちゃいい匂いが来た。うわー、ありがとうございます。わー、めちゃくちゃ美味しそう。はい、ロース、はい、唐揚げ、ネギマ、せせり、ぼんじり、つなぎも、しいたけ、覚えたな、覚えたな、ロースロース、ハラミ、モモ、ネギマ。じゃあ、届きました、ちょっと迷子持ってくれる、こっち、あ、これ、4本、こっちを、これ7本セットです。はい、覚えた、あと覚えたか、お任せ7本セットですね。何が来たか分かった？ええ、はい、何や、しいたけ、しいたけ、ネギマ、ネギマ、ハラミ、ハラミ、何だこれ、分からんでも、ぼんじり初、あ、何だっけ、まさか、ロース、ロースだ、ロース、ロース、ロースで、つなぎも、つなぎも、ぼんじり、ぼんじり、せせり、わ、やってる。じゃあ何食べる？これも一旦ちょっと、だからあれじゃないですか、まず好きなもの選んでいきましょうか。じゃあロースいっていいですか？喧嘩なの、殴り合いなの？あ、ロースか、私もロースだな。あ、俺ハラミ、ハラミもちょっとダメですね。え、俺何言ったよ。いや、なんか食わしてくれよ。まず椎茸の軸のとこ食べたじゃないですか、俺軸のとこ。いや、椎茸も好きですよ。椎茸の軸のとこですよ。なんで軸やん。いや、軸も美味しいけど。いや、もう、これ、だ、分けて食べよう。あ、そうか。そうしましょう。こうやって食べたくない。あ、そういうタイプ、そういう人だ。あ、そういうタイプの人だ。あ、なんだ、ちょっと、なんだ、1個取ろうか。うん、じゃあ、おのおの、あ、そうか、おのおの食べた方がいいですね。じゃあ私、うん、これいきますわ。そう、そうしましょうよ。ハラミ。ハラミ、ロース。また頼んだらええかな。はい。いただきます。うわ、うまい、どう、うまい、あのさ、今日さ、久々に、あ、持ってきた。俺札持ってきたわけよ。ちょっとじゃああれですね、うん、札持ってきた。これさ、普段うまの神です。久しぶりの登場です。あ、出ました。あんまり出てないですよ、最近ね。最近ちょっとサボってたんだ、うん。今日はあの家で絶対札持ってこようと思って。いつもこうやってるじゃないですか、ひろみさんと。そう、うん、うまい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 ね。うまいな、なんか幸せなのね、これ。上手なんです、やっぱりね。タレうまないです。あと焼き手さんが違うとやっぱり全然違いますよ。めっちゃやるから、うん、うまいわ。焼き鳥好きだ、毎日でもいい。じゃあまた本当に、うん、全部うまいんでしょうけど、本当にうまい。この後は、あ、そう、私の一押しを、あなたが言うてる一押しをちょっと頼んでくださいね。これ食べたらね、本当にやばいですよ。これ 1,2,3,4,5,7 本あるけど、どういう内訳だ、うん、一旦ね、何が一旦やめろ。だからこうじゃない、だから一旦串だっけ。さあ来ました、これ何ですか。59秒で食わないと店員からぶちのめされるつくねです。つくね。早食べ。もう下の手に持ってくるから、1分以内に食べてもらわないと。生つくねです。早く食べてください。行きましょう。行きましょう。59秒。ちょっと1秒つけてね。うまっ。うわっ。待って、これはですよ。すいません、もう。おしりつぶー。それ待ってる人いるんかな。それ未だに待ってる人いるんかな。あ、もう落ちてるんでね、早よ食べてください。忠実に守ってくれてますね。うまっ。めちゃくちゃうまい。これなんで59秒かな。やっぱり、うん、中の、うん、火の通りを計算し尽くされたことじゃないですか、このメニューの名前は、うん、じゃないと火が通りすぎるんですよ。なるほど。生つくねですから、つくねで生ってないよ。まあいいわ。梅干し、ありがとう、うん、
殴られずに済んだからよかった。うわあ梅干し最高。あとちょっと俺ストローいました。いやね、いました。あ、ないないの。2本のストローと思って。ちゃうわ。あやかまね。今ね、なんかもうちょっと楽しくなってる。いるんですね、そんな人。続いておすすめいきますけど、何でしょうか。これやばいです。あの極み白レバーと白レバー、白レバー、白レバーです。白レバーってことはもう白いレバーなんてもうめちゃくちゃ脂乗ってるということです。はい、でこっちは普通のレバーなんですけど、白レバーなんですけど、はい、こっちは極みの方は網脂、薄い網脂が巻いてあるやつですね。よりジューシーになってます。はあ、もうこれ私もレバー大好きなんですけど、まあ、ずっとこれ何年も食べてて、うん、で今こっちが私はでものんちゃんにこっち食べてほしかったんで、あ、そうなんですか。こっち食べてもらいますか。はい、一旦ちょっと私一旦ちょっといただきます。レバー大好き、いただきます。どうやどうや、まあ、あえてもう無視します。何やん。トロトロ、今すごい変な顔してたけど大丈夫か。なんの、うわ来た。ちょっと待って、懐かしいな。なんのって懐かしくない。うわいいよその顔。ありがとうございます。もうめちゃくちゃ白レバーやばい、めったに食べれないですから。ほんまですか。もう一回なん、米ね、米もらおう。もう一回なんのって言ってもらいます。なんの、ありがとうございました。もらいました。極み白レバー、はい、いいですか。美味しいでしょうね、さぞかし。いきます。何これ。何が下手くそ。ちょっとやってよ。何のってやらない。何のってやらない。これ難しいよね。言ってください。何のって。何の、何のお惣菜の。何のじゃなくて、これ口の中で溶けんすか、これ。そうなんですよ、これやっぱりね、焼き具合やばいですよ。強火でクッと焼くんで、うん、なんかちょっとこれ取れないですよ。これどうやったら取ったらいいの。いやもうなんか全然取れないね。じゃあのんちゃんしか取れないのよ。ここで、あ、そう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 、この中のレバーの生具合をちょっと見てたんですよね、うん、ほんまにこれは一本だけでも食べに来る価値あるんで。ありがとうございます、はい、もう一回言ってください。なんの以上です。続きのおすすめ、これはですね、なんじゃい。山芋の竜田揚げです。山芋の竜田揚げ、はい、なんかもう香りがすごいスパイシーですね。何の香りかちょっと分かりますか。何の、いやいやいや、何の香り、香り、うん、ひろみさん大好きな、ちょっとね、フライドポテトもあったんですけど、今日はちょっとね、少しうまい、はい、食べましょう、はいはい、一緒に食べますか。食べましょう。これつけていいわけ。はい、このね、これがまたうまいですよ。まあ、これだけでもうまいですよ、もう。はい。もう熱い。ほこほこ。ほこほこ。これ山芋結構しっかりしてるよね。うん、なんかとろっとろかなと思いきや結構しっかりとしてる。ほくとろみたいな感じです。ほくとろ。ね、ホクトロでこの芋自体にも味がついてるんですけど、うん、このあの小久手翔平兄さん、ここ、うん、なんか飛んできたんだけど。これ兄さん、これ何。いや、これは分かりますね、あんたはさすがに俺だって。なんの。分かってねえわ。いやいや、カレー風味で美味しいですよ。よかったよかった。合うんですよ、このカレーマヨがめちゃくちゃ合うんですよ。超美味しい、本当に。なかなかないですよね。ない。あ、これいいね。うん、これうまいわ。ありがとうございます。打ち合わせ通りありがとうございました。そうですね。なんのさあ来ました。いや見てください皆さん、これちょっともうちょっと下げて下げる。
上手にできないな。大丈夫ですか。もうじーっとしてて、はい、じーっとしててください。これでもう入ってると思います。今回はですね、特別に電撃ネットワークの方がですね、ドゥン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 、やめろやめろやめろ打ち合わせにないことやるな。これあのほら、何やったっけ、あの何やったっけ、これは焼きおにぎりの TKG ですね。これはひろみさん、これいいですか。米いきますよ。でん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 、まあいい、うまい。だって一生懸命時間かけて焼いてましたから。電撃ネットワークの内田さん、いや、うまいっすよ。これはちょっと私長いことですね通ってるんですけれども、実は食べたことがなくてですね。ないですか。ないんですよ。いや、うまいわこれ。これ1個しか頼まへんかったわけ。ちょっとそうですね、今からちょっとね、待ってる人もいる。ちょっと写真だけ1枚撮らせてもらおうかな。おいおい、やめろ。パチ。何をしてんねん。撮りました撮りました。あ、ありがとうございます。最高。ええでん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 でめちゃくちゃ美味しかったですね。やろ、ありがとうございました。あ、美味しかったです。どれを食べても美味しかったです、ね、あ、よかったですよかったです。もうちょっと長居したかったんですけど、ぜひぜひ、うん、次行かないといけない。そうなんですよ、ね、大好きなあの人が待ってるんで、ね、はい、で、この、ビレッジ2階の一番ね、エレベーター降りて階段上がって左一番奥、そうですね、左奥ですね、うっとりさんね、はい、これ営業時間何時から何時まで、6時、18時から、はい、1時までです。1時まで、はい、ちなみに定休日はいつでしょうか。日曜日になりました。はい、本当に皆様ね、気さくでいいスタッフばっかりなんでね、うん、時折ね、ずっと野球を、ね、集中するスタッフもいる。ほんまに呼んでんねんけどね。ちょっと面白い。びっくりしました。本当美味しかったんで、ぜひ皆様に来てください。はいはいはい、でこの後ね、ある方が待ってるんで、そうなんです、行かないといけませんので。もうちょっと本当に小走りで行きましょう。もう、はい、大好きな、私たちの大好きな。はい、最後はじゃああれで締めましょうか。ありがとう、はい、はい、ということで、今回は、ね、石垣島ビレッジ、2階のうっとりさをお届けしました。ということで、この後はおまけをお届けします。ありがとうございました。やる気元気いわき、言えや、ドカベンのいわき。じゃあおまけです。今からソムリエに行ってひろみさんとなんかなおちゃんがいるんで、最後これで終了したいと思います。で今から突撃します。行きましょう。でん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 、撮ってますよ。前回すいませんでした。撮ってます。なんかもうすぐ行くねっていう、あと誰まで来るか。もうすぐか40。あら、もう何回目か、もう何倍目なのか、ほらね、バイクがもうすごいことになってる。ちょっと最後怒られて終わりということでございます。以上です。怒られました。